最後の女王、ウユーニキス。待たせたな。諸君の所属及び処遇については正式に我々の預かりとなった。私たちの身分を証明して引き取るために白虎まで来たわけじゃないんだろ。カリア院長は停戦条約に向けた会談に臨むべくここ白虎に滞在している。私は随伴員だが諸君の指揮隊長でもあり、状況の説明と指示を行う義務がある。隊長、質問の許可を願います。なんだ。朱雀議会は俺たちの作戦を理解していたはずです。なぜ停戦会談に同意したのですか。報告が朱雀に対する全面的な譲歩を条件に出したのだ。そうなれば議会が拒否する理由はない。俺たちは新型実験機の破壊に成功してたんだ。そんなのは時間稼ぎに決まってる。報告から条件提示が行われたのはその前の段階だ。侵入作戦中だった諸君への連絡が後となっただけのこと。報告に裏がないって議会は本気で考えているのか。他国の思惑がどうあれ、条約が締結されればこの戦争は終わる。他に質問はあるか。会談が終わるにはまだしばらくの時間がかかる。作戦の疲れも残っているだろう。諸君はここに一泊し、明日朱雀に帰投すればいい。明日の午後までは休暇扱いだ。軍事区域外の行動は許可されている。広告の首都に来る機会などそうはない。市内を回ってみたらどうだ。そうします。候補生としての立場を忘れず有意義に過ごせ。以上だ。今は紅葉ではありません。楽になさい。そうですね。あなたは総理の。失礼しました。私はアンドリア・カヤトランカ・ファム・フォーチュリオ総理府より会談の立ち会い人として白虎に参りました。声が大きいです。総竜の女王、マジかよこら。城から出るなんて聞いたことねえぞ。よその国で会ったことあるやつなんて世界でも一握りでしょ。女王陛下が一体何をしに。分かっています。休戦に不服ですか。あ、いえ。はい、納得できません。広告はルブルをクリスタルを踏みにじった。手を結ぶことなんて考えられない。その思いはクリスタルの意思に反しています。私たちはクリスタルに忠誠を誓いました。一度も裏切ったりなんてしていません。なぜ意志に反しているなんて言えるんですか。私にはクリスタルの心を伝えてくれる友がいます。竜に選ばれた者は彼らと心を重ねます。そして竜はクリスタルの化身、
私たちはクリスタルと心を重ねているのです。この停戦がクリスタルの望みとおっしゃるのですか？広い視野で見なさい。クリスタルの望みは互いの均衡、傾きのない世界、あるべき形の世界、戦いだけでは作れない未来もあるのです。その意味を理解しなければフィニスの導きを自らが担うことになりますよ。なぜ俺たちにそんな話をする？あなた方は私が見た最後の歯車だからです。あなた方の歩む道に光があらんことを。そしてうん、結局何しに来たの？マキナ、女王は最後に何と言ったのですか？いや、よくわからないんだ。選択がどうのとか、わけがわからない。しかし、均衡とはどういう意味だ？何もするな、何も起こすなってことなのか？それがクリスタルの真意かどうかなんて私にはわからないよ。竜となんか話せないもん。でもクリスタルが戦いを望まないなら、私たちは何のために戦っているの？クポ！クポ！クポ！なんだか疲れちゃった。顔色が悪いな。今日はもう休んだ方がいい。俺もここにいるから。いいよ、外気になってるでしょ。でもありがとう。やっぱり優しいマキナのまんまだね。別に広告なんて見て回ってもしょうがないしさ。それだけだよ。さては照れてる？そんなことが言えるなら元気だな。ちょっとだけここで休憩するね。ああ、俺も少しだけ休憩するよ。面白くないね。私らはさっきまで戦争してたんだぜ。なのに休戦したから敵地で待機。んなアホらしい命令聞いたこともないよ。ん？どうしたの？考え込んで。なぜ我々にこの部屋をあてがったのかと思いまして。ん？窓には格子、入り口は一つ。そして、お客さん用の部屋なんじゃないかな。水も流れてて気持ちいいよ。そうですね。
俺に何の用ですか？いや、君に事実を伝えるべきか実に悩んだのだが、うん、それもこんな時に言うべきことではないのかもしれん。あの、何の話ですか？君の兄上のことだ。え？君は兄上の死に関して納得がいってないようだね。君から兄上の死に関する問い合わせがあったと報告を受けている。いくら探してもあの日兄さんが当たっていた任務の記録がないんです。君はもう察しているだろうが、君の兄上は極秘任務を遂行し戦死した。兄さんは極秘任務を？首都解放作戦でのクラスゼロの投入は極秘事項だった。私でさえギリギリまで知らされなかったのだ。よって戦場に投入されたクラスゼロと作戦司令部との架け橋が急遽必要となった。その架け橋が君の兄上だったのだ。それで兄さんはあんな前線に？そう、君の兄上はドクター・アレシアとクラスゼロのせいで亡くなったのだよ。いや、彼らが殺したと言っても過言ではない。君の兄上は本来別の任務に就くことになっていた。それをクラスゼロが勝手に出動させ死地へと誘ったのだ。君の兄上は死ぬ必要などなかったというのに。あいつらが兄さんを？君がクラスゼロに配属されたのはその素性も目的も謎であるドクターとクラスゼロを監視してもらうためだった。だがまさか君とクラスゼロの間にこんな因縁があろうとは。もし彼らと過ごすことが辛ければ私が特別に君を他のクラスに移動するよう計らおう。彼らの監視の任務はレム・トキミヤ一人に任せることになるが。待ってください。レムをあのクラスに一人残すなんてできません。第一、レムには同じクラスの仲間を監視するなんてできないと思うんです。あいつは優しいから。俺も引き続きクラスゼロに残ります。ほほう、そうかね。さすがクナギリ君の弟だ。彼らに不審な動きがあった時は報告してくれ。はい。兄さん、俺は誓うよ。兄さんを奪ったクラスゼロの誰よりも俺は強くなる。俺は兄さんと兄さんの思い出を失ったけど、レムは絶対に失わない。守り抜く。何をしてでも。